静岡県の川勝平太知事が2021年、同県御殿場市を特産はコシヒカリしかないとやゆし、県議会が辞職勧告決議を可決したことを受け、川勝氏が返上すると表明していた給与など約440万円を返上していなかったことが4日、県への取材で分かった。川勝氏は今後も返上しない意向で、熟慮した結果、 発言に対するけじめは職責を果たすことだと思い至ったと説明している川勝氏は21年10月の参院静岡補選の応援演説でコシヒカリ発言をした県議会は11月に辞職勧告決議を可決川勝氏は辞職を否定し12月分の給与と期末手当を返上すると明らかにしたその後 返上に必要な条例改正はされないままとなっている以下はネチズンのコメントをまとめたものです給与返上発言をしたのであればそれに合わせて行動することが知事として必要なことと思いますまた議会は主張や行政の動きを監視することが求められておりきちんと議会でも正していく必要があります 条例改正が必要であればそれを首長の責任で進めるべきです辞職勧告決議が過去になされたことの重みを知事は認識する必要があります考えが変わったとのことですが現在のままでは給与返上発言をすることで風化するのを待ったと見られてしまいます静岡の地方自治のためにも発言に合わせた対応を望みます なお、特別職公務員の給与の自主返納は前例もあることであり、それほど困難なことではなく、早急に対応すべきと考えます。給与返上を自ら表明しつつ、結果的に条例改正を行わずに、熟慮した結果という理由で全言撤回するのは極めて異例のことです。 議会からの猛反発は必至でありリニア問題などで揺れる静岡県政の新たな火種になることは間違いありません政治家の出所身体は自ら決めるものとされていますがこのような問題を有権者が看過できるのでしょうか議会だけでなく有権者を軽視するあるまじき態度に思えますどこまで自分に対して甘いのか 条例改正しても返上すべきだ議会は静岡のマスコミもプレッシャーかけるべきだろう代弁者なのだから政治家は国民県民からの信頼があってこそなぜリコールに発展しないこの人は県民のための政治家でなく全てがパフォーマンスポピュリズムだと感じるこれを取材を継続した記者を称賛する 流行りにのっかりどこかの天才のような記事ばかり立てて時に死に追い込むほどに無責任に責め立ててるだけの輩とは姿勢が違うと感じる簡単に記事投稿できるネットであってもこういう地道の取材に基づいた記事は心地よいさてこの元知事は追及されていってもらいたい静岡県民としてそろそろ限界かも リニア問題も大井川流域の主張と足並みが揃わなくなってきたし前回の知事選で選択を間違えちゃったことを反省しても仕方ないので知事の座から引きずり落とすアクションを起こす日が来たと思います議会ができること有権者ができること真剣に考えないと大変なことになりますよ 御殿場の出現により批判が殺到し、その場しのぎで給与返納などと口にしたのが明らかになった。リニアの件でも相変わらず、県政は選挙で選んだ静岡県民はこの知事の言動をどういう思いで見ているのか。何でこんな人物が選出されたのか本当に不思議でならない。公務員の職務とは公共の利益を守り、 公約を遵守し公正かつ透明な行動を取ることでしょこれは基本的なことでけじめを示すようなものじゃなく当然のことですねなので当初公約したように給与を返上するべきだと思うよこれが具体的なけじめですさらに今後同じ過ちを繰り返さないことを約束しその約束を果たす行動を取るべきです これは知事が職務を全うし、公共の利益のために行動するという意味でも絶対重要です。川勝知事、あちら、御殿場市はコシヒカリしかない、だから飯だけ食ってそれで農業だと思ってる。経済を引っ張ってきたのは浜松や遠州であちらは観光しかない。以前、川勝知事が御殿場市へに向けた発言。 彼はその後謝罪したが、ボーナスを受け取らないと言ったにもかかわらず、裏切ってしっかり受け取る。困難即座に辞任相当でも良いぐらいだが、残りの任期もやるということのやばさを静岡県民はしっかり感じてほしい。けじめは職責を果たすことだと思い至った、職責は何か問題を起こさなくても果たさなければならないもの、果たして当たり前のものです。すなわち けじめめを取るために何の行動をするつもりもりない、何の罰を受けるつもりもないという意図の発言になります知事のこうした態度を踏まえて県議会は改めて根気強く知事への問責を続けるべきだと思います静岡県民の多数は川勝知事を信頼していて支持基盤は強固なんでしょう立派な人で県民を思えばこんなでたらめ発言はしないはず 支持されけているから、一部の県民が批判しても落選などはしないはずと鷹をくくっているんでしょうね。静岡県の悪いところばかりが見えてきます。川勝本人が12月の給与、省与を返上すると言いながら、条例改正もされず、実行もされずと、なんで公務員、特別職も含む、の給与規定はこんなに法で守られているのか。 本人が返上すると明言したらそれが口頭の約束だったとしても返上させればいいもう少し川勝も骨のある人だと思っていたが単なる勤慢政治家の一人だったようだ以前部下だった難波静岡市長まで落としどころなど考えていない人だと揶揄するのもわかる返上すると発言しておいてツッコミが入るまで知らんぷりですか 今までの時間に条例変更しないと返上できないとか、まだ返上してませんとか、説明責任があるんじゃないですか県議会も今まで何も確認していなかったら情けない。今こそ県民、県議会はリコール含めてしっかり川勝知事を追及すべきではないでしょうか。この人物を信用することはできない。 もう自分でも有権者からの評判を分かっているから、なりふり構わず、もらえるものをもらって何が悪い、って感じなのでしょうね。不祥事などで公職の身分にふさわしくないとされる人物に対して行われる議会の意思表示である。勧告、である以上、あくまで当該人物による自発的な辞職を促すもので。 議員に対する除名や主張に対する不信任決議とは異なり法的拘束力はなくたとえ当該人物が勧告に従わず辞職しなくても法律上の問題はないということなので県民の皆さんぜひとも法的効力のある地方自治法におけるリコール制度にて解職を求めましょうリニアの県もそうですが自ら発言したことには責任を持っていただきたい 結局県のトップがけじめをつけると給与返納を発言したのにそれが実行されていないのならば何を言っても嘘にしか聞こえないリニア問題も結局妨害したいだけにしか思えなくなるもう少し県のトップとして自覚してほしいものですできないのならば潔くやめていただくのが賢明だと思います静岡県は町内会が強い 町内会が市町村議会を固めているその次は企業かな企業に都合のよいちづくり道路や鉄道は何もしなくても整備されます港湾施設は企業のニーズ首都圏や中京圏にぶら下がっていればなんとかなるということです 交通インフラを整備して企業を誘致しようとしている県に比べたらずいぶん甘いと思います。使い方のわからない空港を中途半端なところに作ってしまいましたね。県の仕事に富士山噴火、地震、台風があるけど石川知事ハムとん着。金は、好きらしい。静岡の選挙で防災をメインに出る人がいればいいのだけど。 静岡市長が石川知事の下から出たことはいいことかもしれませんね副知事はやる気の出ないポジションだったかも